今回はですね、クローンブックは本当に10年使えるのかというところで話をねしていきたいと思います。まあ、ご存知の通り、クロー o ブックはですね、今更新期限が10年になりました。なので、まあ一応10年間のサポートがありますので、ハードウェアが動く動くのであれば、まあ、10年使えると言ってもいいんじゃないかなと思います。まあ一応それは10年 一応使えるってことです。あの使えるってか、使ってもいいよっていう感じですよね。実際に使えるかどうかはわかりません。それはハードウェアがダメになっちゃったり、バッテリーがダメになっちゃったり、あるいは一応動くんだけれども、サポートはされてるんだけれども、実際は使えないっていうね、あまりにも遅すぎて、古すぎてっていうことがあると思いますので、まあその辺をね、ちょっと実際に実体験、まあ擬似的に実体験していこうかなということで、 今日はやってみたいと思います。まあ、この10年っていうのはですね、あの、今言った通り、まあ、言ってもですよ。10年にしておけば Google も文句ないんじゃないっていうところの10年だと思います。まあ、今までもっと短かったんですけれども、まあ、最近10年になったり、あるいは端末によって12年になって、えー、その Chromebook のまあデメリットとしてね、更新期限があって、 ハードウェアはまだ使えるのに更新期限が来てしまうことによってその製品としての寿命が終わってしまうということでそこが一つのねデメリットというふうに言われていたんですがまあさすがに10年にすることによってまああまりね今までのようには言われなくなりましたよね、まあ、むしろ10年もサポートしてくれる Chromebook すごいっていうどっちかっていうとそういうねプラスな意見がプラスの印象を与えるというところで まあこれは逆に売りになってるのかなというところもあるんですけれども、まあただね、さっき言った通り、サポートは10年です。ただ使える使えないは実際端末の方の問題もあるし、えー、別に壊れてなくてもね、本当に大事に使って壊れてなかったとしても、まあハードウェアの制度がね、やっぱり10年後の Chrome OS、あるいは10年後の使用環境についていけるのかというところが、まあ最大の、まあ、問題点と言いますかね、最大の疑問点じゃないかなと思います。 で、今日は疑似的にということなんで、まあ、10年前のクローンブックっていうのは私は持っていないので、なかなかね、えー、試すことはできない。10年も経ったらこんだけね、性能が変わっちゃうし、これだけね、OS もアップデートされたりして、実際使えないでしょっていうのをやりたいんですが、なくてですね、当然ないです。10年前のクローブック私も持ってないんですが、まあ、私が持っているクローンブックなら比較的古い、これですね、C の えー、731というね、エイサーのクローンブックです。まあ、これは2017年発売の端末になりますので、ちょうど今から、まあ、7年ぐらい前に発売されたクローンブックです。この当時はですね、クローンブックは当然その更新期限が10年ではなかったので、この端末は2017年発売の端末なんですけども、2022年にすでに更新期限が切れております。まあそれでも一応今、このね、 クローム OS になってるんですが、実はこれは、クローム、これは、これ c h r クロームブックなんですけども、えっ、ー、と、更新期が来たので、クローム OS フレックスに載せ替えてあります。まあ、だから、えー、本物のクロームブック、元は本物のクロームブックに、今はクローム OS フレックスのバージョン130。ただ、機能的には最新のね、機能を搭載した。まあ、Android は使えないんですけども、Android 抜きの最新のクローム OS を搭載しているので、 まあこれがどのぐらい動くのか、7年後の端末でね、どれぐらい動くのかっていうところで、まあ見ていこうかなと思います。まあですので、これ2027年発売の端末で、2022年に更新期限がまあ来てるということなんで、5年間っていうことですかね。18,19,20,21,22の5年間しかなかったっていうことですかね。まあだから今倍近くに伸びてるということなんで、これはすごくメリットだと思います。まあただ今7年目になって、 まあ、ほとんど使えないような状態であれば、それだったら5年でいいんじゃないってい話にもなるじゃないですかね。実際使えないんだったらね。まあ、そういう部分で、この2年間の差がどう出てくるかというところもね、見ていきたいと思います。で、もうすでにね、Chrome OS f l e は起動しております。で、先ほど言った通りバージョン130、えー、現状、え、最新のね、えー、ものが当たっていますので、まあ、とりあえずランチャー開いてみましょうか。いきますよ。はい。どう遅い別に遅くないね。はい。 別に、あの、アプリはね、一切開いておりません。で、当然、Android は、まあ、オフというかね、Chrome OS Flex さんで、Android は使えない状態です。まあ、ランチャー開いたりする分には問題ないかなと思います。それでは、じゃあ、設定アプリ開いてみましょうか。とりあえず、CPU とかメモリー見ていきましょう。設定アプリ開きます。うん。ちょっと、もっさり感が、まあ、あるといえばあるかなという感じはしますね。 それでは診断アプリ見ていきましょう。現状は、えー、この設定アプリを開いてね、このギアのね、設定アプリを開いて、診断のメニューを見ている状態です。CPU は L の3060ですね。セルロンですね。で、一応 CPU の使用率は何もしてないけれども、えー、46%、うー40%以上いってますね。結構使ってますね。何にもしてないね。何もしてないっていうか、 まあ、診断アプリは見てるっていうことですけどね。で、メモリーの方は、えー、これ当然4イトモデルなんですけども、ただ、クロームブックもね、古いやつってバイトのモデルあったりしますよね。まあ、ちょっと2イトのモデルは私もさすがに持っていないんですけども、まあ、できればそれちょっと入手してやってみようかなっていう気も今しましたけど、まあ、一応ですね、空きが2.62ということなんで、まあ、メモリーの方は、まあまあ、それなりに残ってるかなと思います、えー。CPU 使用率、やっぱり何もしなくても40% 近く45なんかもう CPU がどっちかっていうと無理っていう感じかなと思います。なんかメモリはね、あのアプリ開いてないっていうのもありますけど、まあ残ってるけど、何にもしてないのにね、CPU 使用率が40%でないてもこの段階で無理だろうっていう感じもしないでもないんですが、じゃあここからですね、えー、とりあえずじゃあこのアプリは開いたままにしておきましょう。えー、じゃあここにですね、 YouTube のアプリね。これは Chrome OS のアプリです。こちらをね、開いていきましょう。いきますよ。せーの、ドンはい。まだ出てこない。待、ま、たされるね。はい、こんな感じですね。うん。はい、メニューができらない。やっとでできりましたかね。まあ、こんな感じなので、まあ、なかなかですね、もっさりはしてるなと。 いうところです。それでは、ちょうど、こちらにですね、あの、おいゆくさんの動画がありますので、ちょっと再生をさせていただきましょうか。動画の再生がね、ちゃんとできるのかっていうことです。はい、今開いております。はい。あー、一応、あ、止まってますね。くるくる出てますね。くるくるが出て、今また再生されておりますけども、 はあははあ、まあ、再生が始まってしまえば、再生可能ですね。で、ちなみに解像度は、えー、解像度フル HD になってますね。まあ、なのでフル HD でも普通に再生できてるんで、まあ、これどうせ HD 解像度なんで実際は下げれば、まあ、YouTube の動画視聴ぐらいであれば、まあ、できちゃうかなという感じはしますね。じゃあ、他のニュースちょっと見てみましょうか。こちらはニュースです。 まあ別の動画を開いたという感じです。まあちょっと広告が入っておりますけども、こちらも特に再生問題はございませんね。えー、それでは広告をパスします。はい、ニュースのね、動画が始まりましたけれども、うん、動画視聴問題ないですね。あの一つの動画を見てる感じは、これもフル HD で再生されておりますけども、まあ全く問題ないですね。普通にあの滑らかに止まることなく、最初だけね、さっきのおゆきさんの動画は、 くるくるが一瞬入りましたけれども、そのバッファーが終わってしまえば特に問題ないという感じだったので、うん、どっちかというと通信回線の問題なのかな。CPU 的にはそんなに問題はなさそうです。今も動画サクサクと再生をされております。じゃあこの段階で CPU 使用率ちょっと確認してみましょう。はい。驚異的な YouTube の動画を再生しているだけで90%超えてますね。もう逆に もうこれ以上何もできないじゃんっていう感じ。まあ、なんとか動画一つ再生するぐらいだったら、まあ落ちてきましたね。落ちてきたけどやっぱ 68? まあもともと40代ですからね。ちょっと動画再生し始めればすぐね、70,80、90と言ってしまうので、これなかなか難しいかなと思いますが、ただ動画視聴用としてね、単純に YouTube の動画見てるだけですよっていうんであれば、まあこれはまだまだ使えるかなと。 いうところです。それでは次、じゃあブラウザを、このままの状態ね。これ開いたままでブラウザ開いていきましょう。はい。価格 .com が出てきました、えー。私のねですね、今使っているね、えー、こちらのクローンブックです。先ほどで、ね、発売した日を調べるために価格 .com を開いていたので、そのページが出ております。これで2017年に発売されていた端末ってわかったんですけども、 まあどうですかね。まあこれ一応開いてた,たあのページだからっていうのもあるか。じゃあちょっと検索してみましょう。新しいタブを開いて、検索窓に何かね、検索してみたいと思います。それではヤフーニュース開いてみましょうか。タブは今3つ開いております。はい、それでは y ニュース開きます。うん。ちょっとここの、 広告ね、引っかかってますけども。はい。まあ一応表示されました。えー、それでは、なんか地震があったみたいなので、地、え、震、ー、のニュースを開いてみましょう。ああ結構もっさりしてるあんうん。まあ広告だからかな。まあブラウジングもできなくはないかなと個人的には思いますけどね。戻る。じゃあ下のニュース。はい。写真も。 ててサクッと表示されてるでしょうまあ、ちょっと広告だけね。まあ、これだね。だいたい何でもあの時間かかるんですけども。はい。まあ、ブラウジング、特にニュースサイトってね、まあ、簡単な静止画と、えー、テキストが多いので、まあ、ニュースサイトでですね、ちょっと情報をまあ集めるっていうかね、えー、情報収集するというぐらいであれば、まあ、ブラウジングもできるかなと思います。 じゃあ、アップルのページ行ってみましょうか。アップル重たいからね。それでは、じゃあ、アップルのページに、ま、検索をして飛んでみましょう。はい。クリスマスですね。もうそんな時期ですね。まあ、でも、割とパカッと開けましたね。iPhone16 開いてみましょう。あれ ?iPhone16 開いてみましょう。ああ、ま、遅いね。遅いけども、 まあまあ待てなくはないかな。うん。まあ快適とはまあ言えないけどね。でも全く使えないかっていうと、まあそうでもない。今スクロールしてますけど。はい。じゃあ iPad 見てみよう。はい。iPad Air 見てみよう。はい。まあ快適ではないけれども、どうですか 別に見れなくはないですよね。だからブラウジング、YouTube の動画視聴、えー、それぐらいならできるかなと思いますね。7年経ってもね。じゃあこれで CPU 使用率をちょっと覗いてみましょう。やっぱ93、83、えー、メモリーの方は、まあ、メモリーやっぱ残ってますね。1.4GB まだ残っています。これだけ残ってるので、まあ、なんか思ったよりいけるかなっていう感じ。あの、快適ではないけどね。 間違いなく快適ではないんですが、でも使えないかっていうほど使えなくはないかなと思いますね。だからあくまでもライトな使い方で、まあブラウジング、やっぱり YouTube の動画視聴とかね。まあそれぐらいだったら使えるんじゃないっていう感じですね。まあこの端末ですけどね、シーンの731っていうのが今この現物なんですけども、ただこれで、ね、見て思ったんですけど、まあ、ちょっと今画面がね、えー、露出が自動に変わっちゃってあれなんですが、 あの、意外と文京モデルってデザインがほとんど変化してないっていう感じなんですよね。7年前の文京モデルもやっぱりこういう形だし、で、今売っている文京モデルも、まあ、ほぼほぼ似たような形です。若干違うのはありますけど、多少こう流行っていうかね、まあ最近ちょっとこういう感じになってきたなとかって傾向はあるにせよ、もうベースは全く変わってないと言っても、 いいんじゃないかなと思いますんで。まあ多分今後も変わらないですね。まあ変わりようがないんですよね、文教モデルはね。やっぱりベゼル太くて、まあ見る規画に対応してっていうところで。まあだからこの辺は良くも悪くも文教モデルは変わらないのかなというところです。まあ話はそれましたけど、まあとりあえず使えるかなっていう感じですね。まあだから10年後もそんな感じ。 使えるかなっていう感じなのかなっていう気はしないでもないですけど、でも7年だからね、また3年経つとね、やっぱパソコンの進化ってのはものすごいので、OS の進化もすごいからね。まあただ、ジェミにね、最近対応したけど、まあもちろんこれ、まあブラウザで開くのと一緒ですけども、 まあただ、えー、まあ、7年前にはね、AI がこれほど普及するなんて、まあ、誰も思っていなかったわけですよ。まあ、AI が普及するだろうなっていうことはあったかもしれないけれども、実際どういう感じでみんなが使ってるかなんてことは、この IT の世の中で全くね、あの、予想できなかっただろうし、まあ、そういう中での変化があるわけですから、やっぱり10年っていうと、ぶっちゃけわからないですよね。全然想像がつかないっていうのが本当だと思いますけど、ただ私もね、Windows のパソコン10年ぐらい使ってたんですよね。 え、会社でしかも。会社ってほらなかなかね、買ってくれなかったりするし、まあ使えればいいじゃんって話でずっと同じパソコン使わされたりするんですけども、そういう部分で10年、えー、Windows パソコン使ってましたけど、まあ、使えないこともなかったですね。えー、まあ、あの、快適ではないんですけども、だからやっぱり Chromebook も似たような状況かなと思います。Chromebook 軽いとはいえ、まあそもそものスペックもちょっと低めにね、設定されているところもあるし、まあ10年後に使えるか使えないかっていうのは結論わからないんですが、 まあまあ、なんか、あの、騙し騙し使う分には使えるんじゃないかなっていう気はちょっとしますけどね。まあ、とはいえ、まあ10年っていうとかなり長いので、まあなかなかね、想像がつかないというか、予想はできないかなと思います。ということで今日はですね、10年後に Chromebook が使えるのかということで、当然そんなのわからねえっていう話なんですが、 まあ一応疑似体験として7年前のクローンブックに最新のクローン OS を載せてですね、実際使えるのかということをやっていましたけど、まあ長年だったら、まあまあ、騙し騙し十分いけるかなと思います。ただ、7年と10年やっぱ違いますんでね。これを端末をあと3年持っていてもう一回やればいいのかな。気が向いたらやるかな。忘れたらやろうかなと思いますけども、まあ騙し騙しいかなと思います。まあ言っても快適じゃないし、まあその前に、 壊れちゃうケースが多いと思います。まあガチで使ってればね、あの、すごく保存状態が良ければいいんですけど、普通にですね、もし毎日ガシガシ使ってれば、まあ10年使ったらやっぱね、いろいろ問題出てくると思いますので、まあ実際そこまでチェックする必要もない。だって誰も使ってないじゃんっていう話かなというふうに思います。 ということでね、えー、今日はあやってみましたけど、まあ実際分かったか分かんないような結論のない話ですけれども、まあ、何かの参考になればということで、今日の動画は終わりにしたいと思います。はい、今回は以上です。